スタイリストの池永です。ごきげんよう、アシスタントの竹内です。始まりましたファブ3分スタイリング。このコーナーは我々ファブスタッフがモデルとなってご自分でも簡単お手軽にできるヘアスタイリングをレクチャーするコーナーです。池永さん、もうすっかり春めいてますね。竹内さんも春めいてますね。今回はこの春イチオシの簡単アレンジのご紹介です。テーマはこちら、超簡単編み編みアレンジテクニック。編み込みというだけで手間がかかったり難しいイメージがありますが、これなら可愛く、しかも超簡単にできちゃいますよ。髪は切りたくないけど一つアクセントが欲しい、そんな方に特におすすめなアレンジです。それではやってみましょう。レッツスタイリング。編み込み風早川アレンジ。用意するものはピンとヘアアクセサリーです。春を先取りしてレースのものなんていいかもしれないですね。まず分け目をジグザグに取ります。こうすることによって分け目がぼやけて前から見た時の仕上がりが綺麗になります。分け目から 3-4cm ぐらいのところを取って三つ編みをしていきます。編み込みだと難しくても三つ編みなら簡単にできるのでおすすめです。そうそう、こんな感じで編み編みしちゃいますね。次に結び終わりを片手で持ち、もう片方の手で三つ編みしてきた場所をつまみ上げていきます。これによりカチッとした三つ編みよりもゆるふわな印象を与えることができます。髪のシルエットはひし形が一番綺麗に見えるので、トップを引き出してボリュームを出すことによってより綺麗に見せることができます。編み終わりをピンで留めていきます。顔周りの毛を残すことによって小顔効果があるので顔周りは避けておきます。固定したピンでそのまま髪の毛に刺していきます。ここでお気に入りのヘアアクセサリーなので留めていくと可愛く仕上がりますよ。私はリボンにします。出来上がりです。このスタイルのポイントは三つ編みを引き出してラフな印象を与えているところです。このアレンジスタイルはパーマにも使えますよ。編み込みマジックシュシュテクアレンジ。いくわよ。用意するものはワックス、コーム、ゴム、ピン、U ピン、シュシュです。まず豆粒大の量のワックスを手のひらで伸ばし、毛先中心に揉み込んでいきます。次にトップから耳の後ろくらいまでをコームでジグザグに分け取っていきます。それでは編み込んでいきましょう。基本的な編み込みのテクニックとしては、まず毛束を均等に3本に分けていきます。端の毛束を真ん中に重ねていきます。次に毛束を重ねるときに下の毛をすくって真ん中に重ねます。反対側の毛束も同じように下の毛をすくって真ん中に重ねます。以上、左右交互に繰り返していきます。
それから毛先まで三つ編みをしていきます。結び終わりをゴムで留めます。三つ編みの編み目の外側をつまんで引き出していきます。こうすることでルーズ感を出すことができます。残った毛束は三つ編みにして結んでいきます。編み目の外側もつまみ出しておきましょう。こんな感じ。そしてシュシュを右側の三つ編みに結んでいきます。左側の三つ編みを丸めて 2,3 箇所ピンで留めていきます。最後に左にまとめた三つ編みに右側の三つ編みを持ってきて重ねるようにピンで留めていきます。まとめた部分が浮いてしまう場合は U ピンで留めます。出来上がりです。スタイルのポイントはまとまっているのにルーズ感のあるスイートなスタイルです。いかがでしたか？ちょっとしたアレンジや飾りを使うことでいつもとは違うヘアスタイリングを楽しめますね。皆さんもぜひこれでウキウキな春を先取りしてください。なお、このコーナーでは皆さんの髪に関するお悩みを募集しております。挑戦したいヘアスタイリングやくせ毛対策など Twitter や店頭で受け付けておりますので、どしどしご応募ください。番組内で紹介された方にはパブオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。次回のスタイリングも目が離せませんね。うん、それではまた次回も見てくださいね。もう目が離せませんね。うん、それではまた。またー。